お前さ、戻ってくるよな。お墓参り終わったらこっちに戻ってくるよな。うん、学校もあるし。だよな、そうだよな。マズです。言ったはずです。諦めないと。手こもり。マスターのサーバントである以上、たとえ暗黒界の果てに落とされようと、マスターと共にあるんです。ハゼロリアル、はじけるシナプス、バニシメント。どうして行くなって言わないのです。マスターはお前に言ってほしいのです。俺が不可視境界線を探してやるって。だから行くなって。でもあいつはマスターはダークフレームマスターがいたから邪王神河を守ってこられたと言っていたのですよ。お前が心の支えだったのです。だからダークフレームマスターが不可視境界線があると言った時、テコモリに電話してきたです。恋人の契約を結んでくれた時も電話してきたです。泣いていたです。マスターは泣いていたです。あのマスターが、最強のマスターがお前を信じたのです。なぜ邪王神河は最強だと言ってあげられないのです。闇の炎に抱かれると言えないのです。ずっとマスターはそれを待っていたのに。なぜです、なぜですか。どうするんだよ。言ってあいつを喜ばせて何になるって言うんだよ。そんなの不可視境界線なんてないんだよ。あいつの父親は墓の中なんだよ。俺にはどうしようもできないんだよ。あいつがどんなにそれを願おうと、うるさいです、いくら設定を作ろうと、うるさいです、どんなに自分に力があると信じてもないものはないんだよ。うるさいです。お前の攻撃が一度だって通じたことがあるのか。うるさいです。人には聞かないけど魔物には聞くんです。本当に武器が出てきたことがあるのか。そんなのないんだよ。いくら思ってもいくら信じてもそんなものないんだよ。俺が言いたかったのはそんなことじゃなくて。